注意事項。この動画には以下の要素が含まれています。それでもよろしい方はゆっくりしていってね。しかし、この学校、やっぱり変だよな。ここにいるのは普通の学生。けど、俺たちのクラスだけが違う。特に、スカーレット姉妹とかはそうだよな。羽生えてるし。お前は爆睡してて見てなかったろうけど。そういや、職員室に来るよう言われてたな。とりあえず、そういうことで頼むぞ。わかりました。しかし、ホムラが転入してきてからまだ数日だが、先生たちからの評判はいいぞ。そうなんですか？ああ、やっぱり得意クラスの生徒は違うな。得意、クラス、他のクラスと何が違うんですか？ああ、すまんな、そこまではわからんが、得意クラスの生徒は全員、学園長が自ら選んでるらしいぞ。なるほど。教えてくださり、ありがとうございます。おう、いいってことだ。それじゃ、クラスの奴らと仲良くな。はい。あ、そういえば。どうかしましたか？なんでも、課外授業が多いらしい。ここ3ヶ月でもう6回は行ってたからな。なるほど、ありがとうございます。それでは、失礼しました。今日は遅かったわね。ちょっと職員室に呼ばれててな。そういえば、レミリアと約束してたあれ、持ってきたぞ。本当？さあ、早く私に献上しなさい。早く早く。どんだけお菓子好きなんだよ。そんなことないわよ。私はお菓子で釣られるほどお子様じゃないし、立派なレディーよ。本当か？私の心の内を見透かすなんて無理ね。レミリアとフランはわかりやすいけどな。なんでよ。だって、嬉しいと羽がぴょこぴょこ動くし。だから、羽が動くからわかりやすいって。なんで、見えて。結界。なんだこれ。なんで、レミリアさんの羽が見えるんですかね。知らん、見えるものは見えるんだよ。はは、それって、異変の元凶で間違いないじゃないですか。今回は霊夢さんより早く解決できそうです。まずは事情を説明とかないのか。この世ならざるものが見えるなんて、普通なわけないじゃないですか。俺は何も知らん。この世ならざるものってやつも、お前の言ってる意味も。無理に隠さなくて、もう結構ですよ。どうせ消滅しますし。もともと、おかしいとは思ったんですよね。あなたから、若干ですが邪気も出てましたし。一応、遺言とか聞きましょうか？いい加減にしろよ、お前。もし、私が必要なら、呼んで。来い。マガ。はい。そこまで。急に、体が動かなく。ゆかりさん。ナイスです。そのまま拘束を。あなたもよ、森屋の巫女。なんで私まで。俺もこちらみたいな状態なのか。タック、人が席外してる時に。何やってんのよ。安定の森屋の暴走具合ね。レミリア、あんたもいながら何してんの。ごめん。ちょっと気が動転してて。まあ、さっきの力はすごかったわねー。そうなんですよ。やっぱり彼が犯人で。さなえ、うるさい。はい。どうすりゃいいんだ、これ。いじめちゃ、ダメなのー。あらあら、権限仕掛けてるじゃない。改めて、凄まじいわね。これ、悪霊とかの次元じゃないわよ。完全に出てきたらちょっと危ないかもねー。ということで、ホムラちゃん、頑張って戻してちょうだい。どうすればいいんだ。なんか、こういい感じに。ね。いい感じに。ファイト。ゆかりさんもさっきの空間で手伝ってくださいよ。とりあえずそれしまってください。すっごい正気振りまいてるんで。だからそれを頑張ってるんだよ。なんかこう、お菓子作るときみたいに気合い入れて。あ、お菓子食べよ。おい、ふざけんなレミリア。お兄ちゃん頑張れー。とりあえず、お願いしてみるか。共存の道は対話からって偉い人も言ってたし。腕、引っ込めてもらっても、いいすか？いい、よー。あれ、意外と素直だった。こうなった以上は彼にも協力してもらいましょう。それがいいわね。ゆかり、最初からそのつもりで。私は常に最善手を選んでるつもりよ。あんたのことは信頼してるし信用もしてるけど。
そういうところは、嫌いよ。あらあら、嫌われちゃったわ。ホムラ、いろいろ説明する前に言わせてちょうだい。巻き込んでごめんなさい。ああ、まあ、大丈夫だよ。それじゃあ、席についてくれるかしら。現状を説明するわね。ホムラは目覚めてから2週間ほどだから、まだ知らないと思うけど、今の日本の地図を出すわね。これがどうかしたのか？現在、外の景色のような、現代文明を持った場所は、日本の首都、東京以外は存在しないわ。それ以外はどうなってるんだ？飲まれたんですよ。飲まれた？すべては幻想に飲まれたんです。私たちのいた世界は、幻想郷というんだけど。ああ、幻想郷は知ってる。学校案内書の途中に書いてたし。そう？幻想郷が急に外の世界を侵食し始めたの。それに伴い結界も広がっていって、霊夢とゆかりが抑え込んだ時には、もう、東京しか残っていなかった。と。私たちはこれを幻想化と呼んでるんだ。その幻想化が東京も飲み込んだらどうなるんだ？それはわからないわ。今度は世界を侵食するのか。はたまた、すでに飲まれた後なのか。それにそれに、幻想郷にいた覚醒力が日本中を占拠しちゃって、協力してもらおうにも抵抗してくるの。これを元に戻す方法はただ一つ。日本中に散らばった覚醒力を倒すことだけ。まさか、ここの人数だけでやるのか？私はそれでもいいんだけど、お姉ちゃん、最初にこの話された時、一番動揺してたのに、フラン、私のプリンあげるわ、お姉様はいつも完璧なカリスマだよ。さすがに他にもいますよ。4人はいるな。そのうちの2人は幻想郷外の協力者だし、多分明日か、明後日には帰ってくるはずよ。それ以外の説明は帰ってからするわね。とりあえず今日は普通に過ごしてちょうだい。明日からは霊夢たちの遠征にも参加してもらいます。ふむ、俺に何ができるかわからんが、了解した。お、サナエから連絡来たぞ。なんて言ってるんだ？ほんほん。なんでも、俺たちと同じ協力者が一人増えたらしい。マジか。それは心強いな。こっちの方には強い妖怪はいなかったからな。あとは東京より下の方、それか。北海道ぐらいか。とりあえず帰るとするか。新しい奴と仲良くできたらいいな。ああ、わかる。男が俺たちだけだから、男がいいよな。確かに、ソースや片身ももう少し楽なんだが。次回。現在異文教、第3節。窮地へと。